はーい、どうもー。おばあちゃんです。おばあちゃんなの？ということでほらほら、この前頑張って自分で作った VTuber のケイちゃんだよ。いやー、マジでこれよく作ったよね。かわいいでしょ。まあちょっとこれだけでも全然十分なのですが。いやいや、まだなんか物足りないの。やっぱりほら見てくださいよ。ペラペラなんですよ。いや、その角度から見ることないだろ。いや、まあそうなんだけど、ずっとこれで行くよ。いや、行くな行くな。いや、でもやっぱりこの VTuber 体もいいんですが、ケイちゃんの 3D モデルも欲しい。いやいや、そんなのかなり厳しいものがあるんじゃないの。依頼したとしてもめっちゃクオリティ高い 3D モデルとかなら100万円以上はかかるだろ。いやー、確かにそれはきついなー。じゃあわかった、自分で作ればいいじゃない。いや、さすがにきついぞ。いやいや、きついと言ってやらなかったら始まらないんですよ。ということで 3D モデル作りやってみよう。はい、ということでブレンダーというモデリングソフトで作っていきます。いやいやいや、もうなんかすでに顔できてるやんけ。録画忘れてた。何してんだよ。まあもちろん作り方動画見ながら作ってるのですが、こうやってソルさんの描いてくれた全身絵をなぞるように作っていくんですよ。なんか簡単そうに言ってるけどめちゃくちゃ難しいでしょこれ。うんうん、死ぬほど難しいよ。死ぬほど言うてもうてるやん。今はこれ何してるの？歯磨き。違う。今はこれ体の部分をモデリングしてるところだよ。なんかパッと見線しか見えないけど。あー、赤ちゃん。なんで？まあ本当に見た通り線しか見えないんですけど。その通りじゃねえか。見やすいように透過されてるってことね。本当はちゃんと面もこれ作られてるんですよ。まあこうやってたまに表示させて線を伸ばしたり狭めたり広げたりしながらモデリングしていくわけですよ。そんな話してるうちにもう上半身ある程度できそうじゃん。よーし、完成かな。いや、怖いって。まあこうやってモデリングされて人って生まれてきてますから。本当にそれだったら怖すぎるけどな。違うの。ちげえよ。じゃあ次に下半身も作っていきましょうか。まずはこうやって下半身のラインをペンでカキカキしてラインを作ります。腰のラインが結構大変そうだけどなんやかんや作れてるね。そしてこうやって太ももを下に伸ばして、どんな感じで伸ばすかというと、下に輪っかを置いてそこに面を張る感じで簡単に伸ばせちゃいます。あっさりすねの部分ができたじゃん。そしてこんな感じにナイフで膝を切りまして、いや怖い怖い怖い。これでこんな感じにボコッとさせたら膝の完成。はい、ということで手と足以外完成しました。いや、まだめっちゃ怖いんだけど。いや、でも正直この時点でもよーやっと弱って自分で思いますね。でもここから手と足を作らないといけないでしょ。いやいや、めちゃくちゃ大変じゃん。頑張るよー。それぞれの指を作ったら全部つなげて手の甲を作って、まあまあこういう地道な作業を進めていくわけですよ。すでにもう手の形が見えてきてるね。そして関節の部分に関してはこうやってカッターを入れて関節を作っていくのです。言い方怖いけどモデリングだからな。はい、そしてここまでできたら空いてる穴をうまいこと埋めて、できましたー。めちゃめちゃちゃんと手じゃねえか。これをじゃあ両腕にくっつけて形をいい感じに修正したら、はい、できたー。ちなみにこれなぜ T ポーズなのかというと、TT 兄弟だからです。違います。まあ基本的にここから骨とかつけて動かせるようにしたりするもんね。よーし、じゃあ後は足を作ってこれもくっつけちゃいましょうかね。あっさりもう足も作っちゃってるけどめっちゃ時間かかってるだろこれ。まあまあ、気を得てから家の建材に使えるくらいなるまでかな。死ぬほどかかってるやん。でもやっぱり足に関してはちょっと形が不格好になっちゃったかもしれません。まあ結局ケイちゃんは靴履いてるから大丈夫でしょ。むーねー。よーし、とりあえず手と足を連結し終えました。なんかめっちゃ茶色になってるけど。コーラ風呂につけました。つけてもこうはならんだろ。よーし、とりあえずこれで一旦体全体は完成かな。今んとこまだ宇宙人みたいだけど。いや、宇宙人のケイちゃん作ってる。どういうこと？それじゃあこっからは髪の毛を生やしていこうと思います。だいぶむずそうな感じする。とりあえず頭の頂点から、バナナのようなものを伸ばしていきます。これが髪の毛になるわけだね。そしてこの円柱のものをまずは台形にしまして、こんな感じで横から見て頭の形に合わせていきます。3D だから正面だけ位置が合ってても奥行きとかめっちゃずれてたりするから大変だね。そして一番毛先だけツンツンに尖らせたらもうほぼ髪の毛ですよ。そして一個できたらそれをコピーしてイラストの髪の毛に合わせて形も同じようにしていくって感じです。でも一回これ作り方分かっちゃうとめっちゃ楽しそうだね。いや、もう正直ゲームより楽しいです。ずっとこれしてようかな。まあ自分で作品生み出すのは楽しいだろうな。よしよし、とりあえず前髪ぶっといのできた。ちゃんと綺麗に合わせてんのうまいね。はいはい、じゃあ倍速で髪の毛を仕上げていきましょう。耳あたりの髪とかそんな感じで耳の上にかけるんだね。そうそうそう、いつも耳の中に突っ込んでるんだけどね。怖くね。はい、そして次はこのサナエの横髪部分。これまためちゃめちゃぶっといんだね。そしてそこから流れで後ろ髪も作っちゃいますよ。後ろ髪は前髪よりもかなり太めになるんだな。まあここは太めにしないと大変だし、違和感出ちゃうと思ったんでね。はい、そして一周ぐるりと髪の毛を作っててっぺんが今んとこ剥げてるのでしっかり埋めていきます。これで髪の毛もほぼ完成なのね。いや、確かに私の三つ編みがまだだよな。まあ三つ編みは後でいいや。まだやらないんだ。よしよし、いい感じに髪もつけれました。おー、めちゃめちゃいい感じじゃん。ちょっとまだ目ん玉作ってないのでめっちゃ怖いんですが、後で目ん玉入れ込みます。いや、言い方がさっきから怖いんだよ。ちなみにモデルのポリゴンを滑らかにすると割とすでにいい感じですよ。というか滑らかにすると髪の毛がさらにいい感じに見えるな。さあどんどん作っていきますよ。次は顔のパーツを作っていきましょう。顔のパーツも全部立体だからめちゃくちゃ大変だな。そして少しわかりにくいかもしれませんが、こうやって口の中の歯もしっかり作っていきます。確かに口開けた時に何もなかったら違和感すごいか。逆に何か入れとこうかな。おむつとか。なんでおむつ？はい、じゃあここでさっき後で作ると言っていたマリサの三つ編みを作っていきます。三つ編みなんてどうやって作るの？なんかこの真ん中の線をギザギザにして、そしてギザギザを伸ばしてそれを3本に複製して絡み合うように配置します。
そして線からムニット太くしてスムーズシェードというのでプリップリにします。なんかうまそうだな。そしてあとは右横髪の位置に持ってきていろいろ整えたら大体完成です。うおーおー、もうあっさり三つ編みできてんじゃねえか。よしよし、じゃあどんどん作っていきます。次はこれ服作ってるじゃん。そうそうそう、寒いからね。そういう問題。いやでもここから心配なのが講座動画のキャラクターと私の服装がもちろん全く違うので、ある程度自分で考えて作らないといけないんですよ。いやいや、そんなのめっちゃくちゃむずいじゃねえ。いや意外とできてるやん。割といけそうかも。なんかここら辺なってくると割と知識入っててなんか作れるようになってるんですよね。いやもうそんなん天才じゃん。初めてのモデリングなんでしょ。天才やん。なんかうざい。ちょっとここでスカート作っていくのですが、結構楽しかったのでしっかり見ていきましょうか。上着から直接下に伸ばしていくんだ。そして真上とかから見てスカートの広がってる感じをつけます。もうすでに割といい感じなんだが、それでこんな感じでスカートはど真ん中ではなくてちょっと後ろにずらすといいんですって。こういうとこほんと大事よ。それでこうやってちょっと斜めにして、そしてあとはスカートをデコボコさせたら、はい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 ほらほら結構いいんじゃないでしょうか。と思ったあなたは私を前こいつたなか。誰だよ。このままじゃちょっと硬い感じが出てるので、とりあえずここら辺を。こうやって袖の下の部分を選択して、下にグイーって引っ張って形整えたらめっちゃいい感じになります。これはさっきより袖がより袖っぽくなったね。よしじゃあどんどん作っていきますよ。これは胸元のリボンです。ここら辺になるともう操作とかモデリング方法もだいぶ慣れてくるもんだろ。まあまあある程度慣れましたけど、割と力技でやっちゃったりしてるので多分プロから見たらあんまり良くないことしてたりもするかな。例えばなんなの。いや、ほらほら見て見てめっちゃいい感じでできた。リボンのついてないケイちゃんも可愛いね。さあじゃあその髪のリボンも作りましょう。これは割と簡単で胸元のリボンを複製してでかくすればもうそれを使えちゃうんですよ。似てるパーツがあるとそれ使えるの便利だな。そして片方だけにしてまたイラストと合わせればもう完成。そして袖の紐も作りましょう。袖の紐は袖の紐が結ばれてる部分の面を複製して盛り上がらせてそれを紐にしちゃいます。新しく作ってつけるんじゃなくてそのものの一部から複製するのがいいんだね。まあ位置が同じやからね。サナエの袖の部分は複製して少し大きくするだけで、霊夢の方の紐は紐を少し多めに分割して、分割した部分を交互にデコボコさせれば完璧でしょう。いやもうマジでモデリング上手くなってんじゃん。これだけで飯食っていけるかな。もっと勉強しまくればいけんじゃね。せーよ。さあさあと物足りないものといったら、どうなんフリルですよフリル。スカートとかのヒラヒラだな。これはしっかりお手本動画見ながら作ってますので、一つのものを横にリピートしていくやつめっちゃ便利だね。よしほらもうあっという間にフリルできちゃった。ということでスカートに連結してできたー。そしてこの服のところにもフリルがついてるので、ここにもつけていきましょう。そういえばそこにもフリルがついてたね。まあソルさんが描いた全体へのデザインを参考に決めてますんでね。よしよしこんな感じで完璧でしょ。うますぎやね。はいじゃあスカートのエプロンもサクッと作っちゃって、これを作るのももう朝飯前か。ほぼ完成でーす。おーちゃんと私のカチューシャもできてるじゃん。ちなみにここの録画は忘れてます。モデリングに集中しすぎだな。まあ正直私は今までで天才的なことをたくさんしてきたんですが、それ自分で言う。これはその中でもダントツで一番よく作ったなと思いましたよ。まあこれはさすがにすごいよね。よしじゃああとは最後に靴だけ作って、ほぼモデリング工程は終わりですかね。ケイちゃんの可愛いローファーだ。まずは足より少し大きめの板を足の裏に作って、枠の部分を上に伸ばして、それで足の甲の上に蓋を作ります。ちょっとずつ靴っぽくなってきたな。それでまだ四角すぎるので横からこんな感じで形を靴っぽくしていきまして、ポリゴン数を少し増やして滑らかにするでしょう。そしてケイちゃんの靴は前の方に穴が開いてるので、ここに穴を開けて、ちょっと穴が丸くなってるのでさらにラインを増やして四角くしていきます。こうやってラインで狭めていくと丸い角が四角くなるんだ。よしそれであとは靴の下1センチくらいのところを少し凹ませて模様をつけたら完成でーす。いやーマジでよく作ったなこれ。いや本当に頑張りましたよ。多分人生で一番頑張ったかもしれん。本当に。ちなみにこの状態ができるまで5日かかってます。いやいや5日もかかって、5日で仕上げてんのかよ。いやめちゃくちゃ早いじゃん。多分この時の私は狂ってましたね。そうだろうな。はいということで次は色をつける工程をしていきます。うわなんかまたよくわからん画面出てきてる。まあこれはノードエディターという、ようわからん画面です。ようわからんのかよ。まあマテリアルという色をつけれる感じでその質感とかを決めれるんですよ。この作業は結構楽しそうだけど、まあでもケイちゃんの髪って4色じゃないですか。そこがダーリー。まあ確かにそうかも。とりあえず色付け作業は淡々としてるのでほぼカットで完成させていきますよ。もうすでにケイちゃんになってんじゃん。可愛いでしょ。それでまあ正直この状態で完成でいいんですが、まだ目に色をつけてないんですよ。じゃあ目に色をつければいいじゃねえか。そうなんです。じゃあ早やれよ。でもこの色付ける作業ってモデルの面に色を入れてるだけなので、このケイちゃんのイラストみたいに細かな塗り方をするのは難しいんですよ。しかもこのままだとブレンダーのモデルにだけ色がただ塗ってある状態で、ブレンダー以外にモデル持っていったら白黒になっちゃうんだよね。じゃあどうすればいいっての。あ、知らん。というのは冗談で、UV 展開という作業をします。
そりゃこうなるわ。まあここら辺が割と複雑で大変だったのですが、まあマイクラで言うとテクスチャっていうのがあるじゃないですか。まあそれを作ったりなんやかんやしたりする作業ですよ。ああ、テクスチャってあの一枚の画像ね。そうそうそう、今はブレンダー内で色がついてるだけの状態だけど、一枚の画像として出力してしまえばブレンダー以外のソフトでも色がついた状態になる的な。いやてかちょ待てよ、この顔おもろすぎ。まあでもここら辺の作業もなかなか地味なので全カットしますが、こういう霊夢のリボンの模様とかも手書きです。こういう細かいところが UV 展開によって描けたりするってことだな。はい、ということでケイちゃんの 3D モデル完成でーす。かわいいなケイちゃん。おおおお、めちゃめちゃ完璧じゃねえか。めちゃめちゃケイちゃんかわいい。まあとりあえずモデルとしてはもう完成したのですが、やっぱりこれを動かしたいじゃないですか。いやいや、もしかしてまだまだ作業続くの。ということで次はこのケイちゃんを動かしていく作業をやりたいと思いました。はや、いやいや、もうなんかすでに画面がすごいことになってるよ。いやーマジでここが鬼門でしたよ。もう全カットしたんですが、このボーンという骨を入れる作業がかなり大変でね、多分ここで挫折する人とか多いんじゃないかな。確かに見ただけでもめっちゃ難しそうだな。まあでもなんとかとりあえず講座動画見ながら成し遂げましたよ。いやいや、これはようやった。ということでまずこうやって目を動かしてみたり、目の大きさを変えて驚いたような目にしてみたり、次に腕の関節、手のひらのこの部分を動かすだけで腕全体が動いてくれます。リアルの腕みたいにしっかり動いてるじゃん。ちゃんと動きすぎて普通かと思いますが、これちゃんと設定しないと手のひらだけ動いて腕はカッチカチとかなりますからね。ちゃんと手のひらと腕がリンクされた状態にしないとこの動きはできないってことね。ちょっと何言ってるかわかんない。ちなみに足も同様で1点だけ動かすだけで膝とか全部しっかり動くようになってます。めちゃめちゃ荒ぶってたけど。あと腰あたりにあるこのボーンを触ってみると。まあこうやって全体を一気に動かすことができるんですよね。こりゃ便利なボーンじゃねえか。まあちょっとこの時はまだモデルに無駄なポリゴンとかが多すぎてめっちゃ重たくなっちゃってるのですが、さらに最適化してみたらめっちゃ軽くなりましたよ。ちなみにケイちゃんのほっぺもこうやって伸ばしたりできます。ぷっくりしててめっちゃ可愛いじゃん。まあ伸ばしすぎるとかわいそうだからやめてあげようね。いやめっちゃいじってるやん。ちなみに指もしっかり曲げることができて、こんな感じでポーズ取らせることもできます。じゃあもう MMD とかで踊らせることもできるんじゃねえのか。いやー実はそれがね、やり方がわかんねえんだわ。わかんねえのかよ。でもやり方あるにはあるんでしょ。まああるんだけど難しすぎて今勉強中です。なのでこんな感じでポーズだけ取らせて1コマ1コマ動かすみたいな力技で踊らせたりはしましたけど。いやこんなん大変すぎるだろ。まあまあほらこの決めポーズしてる可愛いケイちゃんでも見てくださいよ。まあ完全に踊るのはまだ後の話って感じね。まあということで今回はケイちゃんの 3D モデルを作る動画ということでここら辺で終わりましょうかね。今回は今までのことの一番上を行くすごいことをしたかもな。これからこの 3D ケイちゃん生かしてなんか動画でできるといいけど。ということで今回の動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは。